どうもみなさんこんにちは。先日間違えて1日に動画を2本も投稿してしまってストックがなくなり焦っている霊夢です。この前のあれ間違いだったのね。本日もやっていきましょう。モダンウォーシップス深夜テンション実況。タイトルからして嫌な予感しかしない。今回使う船は中国の空母タイプ3です。ティア3のゴールド空母だな。正直あんまり使っている人を見かけないな。あまり目立った特徴がないからね。それにもう少しお金を出せば上位互換のタイプ4が買えるからね。そういう理由で使っている人が少ないんだな。だけどこの船がおすすめな層もいるにはいるよ。どんな層におすすめできるんだ。ティア3艦も一通り揃えてゴールド艦もこいつ以外全部購入してて、最近動画の新しいネタが欲しいなって思っているプレイヤー向けですね。ほぼほぼお前限定じゃねえか。っていうかゴールド艦揃えたけどゴールドが余っているっていう人だね。もちろんこの船の性能が悪いわけじゃなくて、優先順位は後回しでいいって話なんだけどね。船自体の性能としてはどうなんだ。全然悪くないと思うよ。防空能力はタイプ4と同じだし、火力もジェラルドにグレランを足した感じだからね。ランク帯を考えると十分強い船だよ。普通に攻撃も防御も強い船なんだな。今後ゲームのアップデートが進んで、ティア3とティア4が分かれた時は本当に強い船になると思う。今は強襲空母と同じ土壌だから目立っていないだけだな。あとこの船を実況している人少ないからネタかぶりしませんね。完全に投稿者事情。先日の占いでも言われたんだよね。お前占いするタイプなんだ。あなたはタイプ3を買って実況しなさいって。アドバイスピンポイントすぎるだろ。それがこのチャンネルの始まりでした。このチャンネルにそんな日はねえだろ。後でちゃんとチャンネルを立ち上げたことを占い師に報告したんだけど、は、誰がゲームの話なんかしたんだよ。本物の空母に決まってるだろ。って怒られました。その占い師のアドバイスを実行できるやついるのかよ。だから今日から私は500円玉貯金を開始します。それで本物の空母が買える日が来るとは思えませんが、今円安が進んでいるからチャンスですね。むしろどんどん買いにくくなってると思いますが、国産空母外貨で買えばいいんだよ。防衛省は空母を売りに出すほどゆるゆるの組織じゃないからね。最初の狙いはウリアノフスクですね。F35 の対艦攻撃で粉みじんにしてくれる。F35 が粉みじんになってますよ。あんなもん粘土かなんかでくっつければ治るでしょ。新品買った方が安く済みそう。ちなみに今回のドローンは普段使ってない韓国ドローンを持ってきました。兵装が爆撃だから使わないんだろうな。火力自体は結構高いんだけどね、扱いが難しすぎて苦手です。お前の技量の問題だろ。何にも言い返せないわ。でしょうね。てかよく見たら近くにシトルムいるじゃん。こいつから先に倒さなきゃ。味方の兵装が向いてるからか結構削られてるな。これはキルスティールチャンスですね。キルスティールをチャンスっていうな。ここで私のスーパー爆撃テクをお見せしましょう。むしろ爆撃が当たりやすい船ですよ。決まったぜ。撃沈には至っていませんが、爆撃には成功したので取れ高としては十分ですね。十分だわ。あとは F35 で対艦攻撃をして美味しいパスタの完成です。何を作ろうとしてるの？シトルムをやるつもりでしたがキルスティールされました。もともとお前がキルスティールしようとしてたからね。ここは違い法権なのでそんなの関係ないです。別にキルスティールに法的拘束力ねえよ。じゃあなんで私はあの時逮捕されたんだ。唐突な逮捕歴の暴露。あんだけ攻撃したのにウリアノフスクはまだまだ元気ですね。言うてそこまで体力削れてなかっただろ。生命力がまるで浮かして5日目のセミだね。障害末倒直前じゃねえか。F35 ってその場にホバリングできるから強いよね。その場に留まってずっと攻撃できるからな。空母なんかの動きが遅い船にはかなり効果的だぜ。学校の大掃除とかで見つかる何年か前につけられたであろうガム並みの張り付きの強さだね。もっと綺麗な例えはなかったのか。やっぱりウリアノフスクの対空えげつないわ。F35 がゴリゴリ削られてるな。あれはもうゴリゴリっていうかガリガリだね。その違いはわからん。マリサは勉強不足だね。しばし倒すぞ。さては義務教育受けてないでしょ。ゴリゴリやガリガリは義務教育で習う範疇じゃねえだろ。小1の算数の最初に習う単位です。入学したての小学生に教えることじゃねえだろ。本当はドローンでウリアノフスクを攻撃したいけど、切り替えてみたら全く違う場所にいました。無理にウリアノフスクのとこまで行くより身近な敵から攻撃した方がいいしな。あ、でも近くに誰か対空ミサイル用いたわ。一瞬でドローンの体力がごっそり削られたな。あのまま攻撃していてもまず落とされるので断念しました。無事に帰ってこれるかも微妙だな。やっぱり撃墜されましたね。ドローンは予備機が1機しかないからもう左側には行けないな。とは言ってももう右側には対空バチバチのウリアノフスクがいるんだよね。今回の敵さんは対空意識高めだな。今時の女子高生って感じ。今時の女子高生に対空意識高いイメージねえよ。じゃあスタバでマックブック広げてるタイプ。それは対空意識が高いんじゃなくて普通に意識高いだけ。じゃあ今時の何に例えればいいんだよ。別に絶対何かに例えなきゃいけないわけじゃないからね。なんだそうだったのか。私勘違いして脅迫観念に囚われてたわ。特殊なタイプの脅迫観念。ていうかこのベリーキーなんか私たちに近づいてきてね。五感の体力ヤバいし完全に私たちのこと狙ってるな。あ、これなんとかしないとヤバいやつだ。かといって足が遅い空母は逃げるのが結構難しいぜ。ていうことはやられる前にやらないとまずいね。いつもの脳筋っぷり。とりあえずある弾は全部ぶち込みます。爆撃だけは当たりそうにないな。五感に戻ってみるとあら不思議、核ミサイルが命中してますね。ボロボロの状態で草。思ったよりも近くに遮蔽物があるので急いで逃げ込みます。最初からこうすべきだったのでは。逃げてる間に攻撃されないようにグレランで威嚇射撃をしておきます。すでにバカスカ攻撃してきている相手に威嚇射撃って意味あるんですかね。どうなんでしょうね。やってみなきゃわかりません。結果は明白だと思いますが、体力も残り10万を切ったの本気でヤバい。今こそフルスピードで走るのが俺の人生だったの時。勝手に固有名詞にするな。後でこのセリフ商標登録しておきますね。炎上してしまえ。あ、でもすでに流行ってる言葉なんかは無理っていうしダメかな。言うほど流行ってねえだろ。私の頭の中から離れなくなってます。確か
に映画のワンシーンがずっと頭の中で再生されることってあるけども、あいやコメント欄であのセリフを見かける情景が頭から離れないって話、だいぶ特殊なタイプの人ですね。フルスピードパワーでなんとか逃げることができました。フルスピードパワーって何？表現全速のことですね。ただ全身ボタン2回タップしてるだけじゃねえか。ベリーキーに爆撃は成功しましたが、ドローンの体力もかなりヤバい。ベリーキーも対空かなり強いからな。ちょうど母艦近くなので自分で帰還します。アフターバーナーが使えるから早く補給できるしなと思ったけど、まだ補給のクールタイムがあったので自動での帰還にしました。戦い方コロコロ変わりすぎだろ。人間柔軟さが大事だからね。お前の場合柔軟なんじゃってただの優柔不断。それはつまり褒め言葉？そんなわけねえだろ。はい、ここでまたもや爆撃チャンス。船に対して真正面のポジションってのは爆撃しやすいからな。受け取れ、これが天からの恵みじゃ。天からの恵み過激すぎだろ。甘やかすだけじゃ人類は成長しないと思ってね。人類を我が子と見る神様視点の実況動画、そんな実況チャンネルもあっていいじゃない。ただただ怪しいだけだよ。ということで視聴者さんもお金の準備をしてください。お布施を募ろうとするな。神社に初詣に行くオフ会しようぜ。お前もお賽銭入れる側なのね。しかも来年の話かよ。年末にはオフ会開けるくらいのチャンネル登録者はいるでしょう。いるわけねえだろ。何人参加すること想定してるんだ。一人でも来てくれたら嬉しいです。それはオフ会とは呼べねえだろ。味方がベリーキーにとどめを刺してくれました。なんとか生き延びることはできたな。これでウリアの不足の護衛はいなくなりましたね。それでも十分対空は強いから気をつけろよ。右見て左見て、もう一度右を見て手を挙げて。よし、車は来てないから対艦攻撃できるね。対艦攻撃の仕方が横断歩道を渡る時の作法。横断歩道の渡り方を作法っていうな。ウリアの不足の体力はほぼ満タン。さすがにドローン短期じゃ撃沈できないかな。一応味方の潜水艦も攻撃してくれてるぞ。そうであるなら今回のドローンで確実に撃沈しておきたいね。あとは空母さえ沈めれば確実に勝ちだからな。次の爆撃がうまく決まればなんとかいけそう。かなり体力削れてるしな。最大限に減速して爆弾の装填を待ちます。急いで爆撃の準備をしてくれボンバーマン。え、これ中にボンバーマン乗ってるの？そうです、この機体も爆撃は私が準備してます。ドローンなのに人乗っちゃってるのかよ。しかもお前ボンバーマンじゃなくてビーダーマンじゃねえか。あんまり大した違いないし問題ないでしょ。ぶち殺すぞ。ビーダーマン口悪。残る敵は潜水艦だけなのでカットします。いつもならカットするところでカットしないことに爆撃がうまくいったのを見せたい感ある。そういうことは気づいてもそっとしておいてください。ということで1戦目はギリギリでしたが勝利しました。今回の敵は強かったな。2戦目は攻撃機とドローンを変更しました。攻撃はロシアのスホーイ、ドローンはアメリカのやつを持ってきました。名前を言え。このドローンも普段全く使わないですね。もともと火力の面で評判があまり良くなかったからな。何回か火力強化はされてるんだけどね。それでも微妙だったから使ってる人ほとんど見ませんね。しかし今回動画のために使ってみたらそれなりに強化されてました。ミサイルが強化されたことまでは知ってたんだけど、いつの間にか機銃が強くなっていました。実際のところ機銃の強化で強くはなってるのか？それなりに強化されてるよ。飛び抜けて強いわけではないけど、もともと一瞬の火力よりも弾持ちがいい方だから総合火力が上がったって感じだね。では早速実際に使ってみましょう。まずは敵陣形の中心にいる空母を狙います。このマップ真ん中はよく車線が通るからな。空母が2隻固まってるし対空がちょっと硬いかな。そんなのガン無視してミサイル発射。いつもの適当な攻撃の仕方。当たればいいんだよ。当たれば。当たらなくなったりするから言ってるんだよ。機銃の当たる距離まで接近したので機銃を発射。実況者としてはここで機銃の火力の感想を言いたいんだけど、ミサイルなんかもバカスカ撃ってるから火力がどの程度なのかわかりませんね。実況やめてしまえ。アメリカドローンも強くなった。これが今回の総評ですね。適当すぎるだろ。ドローンって意外と持久力も大事なんじゃないかと思う。もちろん個人の戦い方にもよるんだけど、私はドローンより攻撃機を操作してることが多いんだよね。火力だけで言えば攻撃機の方が高いからな。そういう意味でドローンは AI に任せて放置気味なんだけど、その時に結構弾切れ間近で飛んでること多いからね。撃てる兵装に余裕があることはいいことだと思う。兵装の数で言えばアメリカドローンが一番多いからな。さっきまで攻撃してたジェラルド君は逃げてますね。さすがに車線を切りたくなったんだろうな。っていうことで隣にいるクズネツォフを攻撃。この時ジェラルドをスルーしたことをレイムは後々公開するのであった。てかこれティア通関じゃね。何しに来たんだ。お前が言えたことじゃねえだろう。となると対空は硬いだろうけど撃沈自体は容易ですね。シンプルに体力が少ないからな。ワンチャンこの爆撃だけで撃沈できないかな。ティア通を舐めすぎだろ。塩昆布味でしたね。舐めるってそういうことじゃねえし、しかも経験済みかよ。西側諸国は甘め、東側諸国は塩気が効いてます。世界中の船の味を知っている変態。おそらくはそれぞれの地域の海水の味が染み込んでいるのでしょう。世界中海水はどこでもしょっぱいわ。え、マリサ海水の味知ってるの？普通に聞くんだけど。大体の人は知ってるだろうし、船の味知ってる方がヤバいからね。そんなことでマウント取ってもらっても困るんですけど、今のでどこがマウント取ってるんだよ。さっき左に逃げたジェラルドが母艦ごと迫ってきてますね。空母で突撃とは戦略知識のないやつだ。この時まだレイムは気づいていなかった。今の発言がブーメランになることを。今の愛の手の人の言葉なまってなかった？ブーメランのことをブーメランって言ってたな。俺のセリフ聞こえてんのかよ。空母で接近戦をする愚か者はさっさと沈めましょう。ジェラルドの防空は数が少ないからよく攻撃が当たるな。ジェラルドはブーメランもないしね。防御の面がかなり弱点ではあるな。強みといえば自動艦砲くらいかな。一応7個もつけられるんだよ。
よな。自動艦砲ごとき火力が7個ついてても一緒だってのに。この時霊夢は、あいあい今そういうの募集してないんで、どうぞお帰りください。めんどくさいことは言論弾圧するスタイル。ここまで接近すれば母艦で殴り合いができるね。そうなると母艦火力の勝負になるんだけど、グレランがついてるし完全にこっちが有利だね。ジェラルドにはミサイルやグレランがないからな。ここでさっさと撃沈して次の戦いに行くとしましょう。とは言っても左の遮蔽物に隠れそうではあるな。母艦の火力有利を生かしたいからできれば隠れてほしくないね。敵もそれが分かってるからずっと前進を続けてるんだろうな。とりあえず今はできるだけ体力を削っておきましょう。そうでもしないと隠れられた時に全回復されることもあるからな。ドローンがなくなっているので追撃は母艦火力で行います。強いて言えば A22 を持ってくればよかったな。グレランあっちの方がよかったってのはあるあるですね。逆に A22 を持ってきている時に魚雷がたくさん来たら同じこと思うしな。まあただ今回は相性が悪かったということで、操作しようとしたらなぜかまだ弾切れなし方へ行く。家に帰りたくない年頃なんだろ。なんだただの反抗期か。まあ男の子は反抗期になれば盗んだ戦闘機で走り出すからね。世紀末でありがちな15の夜、いざ補給しようとすると待ち時間ができてます。そんなに人気なお店なのかな。ラーメン屋じゃねえんだよ。仕方ないので機関ボタンを押して五感で攻撃。いや数感だし体力は多くないだろうからグレランだけでいけるかもな。予想通り結構削れてますね。ここで沈めておけば敵の防空は弱くなるぞ。こんなに接近されてるからね、近くにいるだけでうちの航空機がやられてしまう。ドローンは落とされてるから攻撃手段はスホイだけだしな。ということでクズネソフ撃沈。あとはさっきのジェラルドですね。なんだ君まだ生きてたの。体力はこちら側が劣勢になってるな。さっきまで2隻相手にしてたししょうがないね。まあでも接近戦の五感火力勝負なら余裕で逆転できるでしょ。どんどん距離を詰めていきましょう。要所のシーンまでカット。なんかめっちゃ劣勢なんですが、見事なクラブ回収。いやでもこっちか金管だよ。運営さんは何かこういう時の何かしてくれてもいいんじゃない。語彙力のなさから伝わってくる焦り感。いやだってあんだけ威勢のいいこと言っててここで沈むなんて。お前見ろバーカ。いかがだったでしょう。タイプ3、人気はなくても結構強い船です。この状況での締めは悲壮感がすごい。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録していってください。それではご視聴ありがとうございました。